ではこちらのペックフライという胸を鍛える種目を紹介していきます。まず重りを調節します。次に椅子の高さ調節していきます。この椅子の高さというのが座って手をまっすぐ横に広げた時にだいたい地面と水平ぐらいになるように合わせます。でここから動作していくんですけれども、胸を張ったところからスタートしたいので、こちらのレバー引っ張っていただいて少し後ろにして胸を張りやすい状態を作ります。で肩甲骨寄せて落としてグリップを握ります。でこのまま胸を張ったまま手のひら同士を合わせにいきます。この時に背中が丸まってしまってこのようになってしまうと負荷が抜けてしまうので、必ず胸を張った状態で常に動作をしていきましょう。肘は軽く曲げた状態で動作をしてください。